久保さん、お疲れ様ですいやー今回20にしましょうか20いやほんと髪の毛ないな久保さんほんと髪の毛ないっすね <laughs> やばいなこれ全然なくないっすかこれほんとないなこれ20年後俺髪の毛あんのかなこれちょっと これなんかこれちょっとほんとにないな久保 <laughs> さんほんとにないっすね <laughs> いやーマジねえー、これほんとないなえっ久保さんこれ20年後 <laughs> 20年後久保さん髪の毛あるんすかね僕ねちょっとこれやばいなほんとに はい、ということで、まあ、久保さんとね、10年ね、あの、早かったですけど、これからの10年も早いでしょうね。だから結局20年ですよ。まあ、お互いに生きてればね、だから、久保さん今度60すかだから今度ね、60になるときに、久保さんもう還暦すかみたいなね。久保さん還暦すか僕50になりますよと。髪の毛僕なくなりましたねみたいなね。いや、ちょっと本当、薬飲むんで、薬飲みます。 ほんとないな二十年後あと10年後髪の毛あるかなちょっと頑張りますいやほんとないっすねなんか赤ちゃんみたいっす <laughs> これちょっとやばいなひどいっすねひどいぐらいなくなってきましたね頑張ります 疲れましたね。結構ちょっと運転したんで疲れましたよ。でも3、4の時よりかはまあ楽っすね。うん。やっぱオートマですしあのクーラー効くしまあ3、4の時よりかは楽っすね。まあ20年後も。 久保さんと僕がやりあの生きてれば多分やりとりしてますんで、あと10年後か。出会ってから20年後の対談ですね。久保さんもう出会ってから20年ですね。みたい <laughs> 20年。久保さんも60すかーみたいもう50なりましたよみたい、ね。楽しみですね。その、ね、10年後の対談。合計20年。20周年記念。<laughs> 髪の毛あんのかないのかわかんないですけど。行ってらっしゃい。